皆さん、こんにちは。聖剣伝説の3回目の放送となります。初めての方は、はじめまして。引き続き視聴いただいている方は、本当にありがとうございます。初見でマイペースな動画ですが、一生懸命コツコツプレイしていきます。よろしくお願いいたします。それでは、今回もゆっくりお楽しみください。第3夜、開幕です。よし、カイ君。聖剣伝説をプレイしてこーい。ファルロー大草原を越え、港町ラタへ到着した一行。初めて見る海に感嘆するカリナだが、何か面倒なことに巻き込まれそうな気配であった。すんごーい。あの船に乗って海を渡り、水の都へ行くことになる。ラッタだ。うち、もっと近くで見たい。ん？うわあ！大丈夫ですか、大臣？お怪我はありませんか？おい、お前カリナ、さっき人にぶつかりそうになってたけど大丈夫かな。あの様子だと大事には至ってなさそうだ。問題ないだろう。バル、私たちも町を見て回らないか。そうね、町の人たちともたくさんお話ししてみたいな。よし、ラタの町を自由に探索していこうですね。港町ラタを探索しよう。聖剣だし、町の紹介文。あ、回復場所だ。準備を整え。おお、なんだこれ。もらうよ。オッケー。さて、町の中探検しよう。わあ、町広いな。力入れてんな。熊光交換所とかっていうのあんだ。まず宝箱取って店やっていこうか。のどかな町ですね。あ、熊光あそこにもあるね。はっ、熊光、熊光ゲット。オッケー。ピックルちゃんでいっぱいにしたい。どうやったら手なずけられるかな。何の話してんだ。さっきまでピックルに乗っていたのにもう忘れているカイ君であった。まさかサイドクエストかこれ。はい、思ってみなかったでね。あんたもし時間ならサハギンの退治を頼めないか。おーい、いいよ。よしサボってるようにしか見えなかったけどな。マチ中入れんのかな。ダメだ、入れないや。酒場によるかここが酒場か。いい酒場じゃないですか。ごめん。この町、この店で住みたいよ。ラタの、というあんたの酒はまだ早いな。年齢バレたか。バルって何歳なんだろう。カイ君、知っているかい。こっち何あるんだ。何もないな。虫かーい。ありましたね。もらうよ。アイテムが結構街中豊富にあるね。いいね。クマさん。マグググマググググマ。へえ。じゃあ力の水と守りの水入れてみるか。これ、ステータスあげるやつだな、きっと。グマしか言ってないから何言ってるか全然わかんないな。ねえ。何？
サイドクエストやりたいとこだけど時間もあるから先進んじゃおう。製品版ではサイドクエストをやっていきたいと思いますので申し訳ありません。でこっちに行けば何あるんだ。よし。へえ。あ、なんだ。元屋何やってんだ。へえ。巫女の方々が来てるのはね。なるほど。宝箱をゲットしたいな。どれどれ。46か。そうね。あ、大陸行くんだ。この人もか。いやー、神飾りなんて落ちてなかったよ。よし。まんまずドロップだね。こっちは入れる？入れないね。じゃあ武器と防具ちょっと揃えようかな。多分防具屋さんだな、あれは。様、どうされましたか。鍵だよ。鍵がないのだ。あ、貴様、この盗っ人め、さっきはわざとぶつかったのだな。え、盗っ人、うちが盗んだ鍵を出したまえ。うち、取ってへん。今すぐ返すなら罪を軽くしてやろう。そやかる、取ってへんって言うてるやん。信じられへんねやったら勝手に騒いどき。まずいな、厄介な相手に捕まってしまったようだ。あの人のことを知ってるの。水の都エリスタニアの大臣プサルだ。野心家で王の地位を狙っているという噂もある。その気になれば盗っ人の罪を着せることなど奴にはたやすいことだ。大事になる前に助けてあげないと。カリーナとスケールか。でその前に武器ちょっと見てて見せてくれ。さすがマイペースなカイ君であった。いらっしゃい。何にするんだ。お、なんかいろいろあるね。マイン号車そのままでいいとして、お金が6000くらいあるからちょっと買うか。ナイルあり。なぎになった。お目が高い。ナイルあり。よし、こんなもんでいいかな。また来いよ。かわいいですね。この女の子でしょ。かわいいの。かわいいよね。さあさあ、おい。浮き船旅に浮き立つ、え、浮き足立つものも多いからな。いらっしゃいませ。しっかりしようで。自慢の品揃えだよ。あ、防御あげたいってな。こちらでよろしいですか。ありがとうございます。装備します。みんな装備しようぜ。こちらでよろしいですか。ありがとうございます。聖剣はちゃんと装備を整えないとやられる傾向あるからね。よし、こんなもんでいいか。またのお越しを。どうも。仕方ない。カニナ倒すんじゃない。助けに行こうと思ったけど、あのアイテム屋のおっちゃんやっぱり変わってないな。いらっしゃい。いらっしゃい。いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。どんぐりは欲しいな。お目が高い。毎度あり。ぷいぷい層も欲しいな。やっつくで。お目が高い。毎度あり。まあ、こんなもんでいくか。またのやめるか。
とりあえずカニナ助けなきゃな。大丈夫か？ちょっと待って、カリナは人のものを盗んだりしない。なんだお前は、この娘とグルか。もう一度言う、カリナは盗みなんかしない。ではお前がわしの鍵を見つけ出してみせろ。鍵がない限りこの娘が鍵を盗んだということだ。その時お前もグルとしてクリム号から海に落っことしてやろう。鍵を盗んだ罰として魚に食われるがいい。心配しなくていいよ、僕が鍵を見つける。アホちゃう、鍵なんて心当たりすらないのに。見つからへんかったらパルまで海に落とされる。いや、そんなことになる前に逃げ出せばいいだけやな。お前はこっちだ、手癖の悪い田舎者め。せやから、うちは取ってへん、信じてよ。誰がお前のことなど信じるものか。僕たちが信じてる。うむ。それじゃあ探してくるよ。カリナは絶対に盗んだりしてない。町のどこかに。よし。あ、でもちゃんと目印ついてね。あ、落としたのここね。わかったわかった。鍵の居場所把握したぞ。わかりやすいね。鍵探せって言われてもどこを探せばいいかわかんなかったんだけど、ちゃんと目印がついてるね。いいね。クマミツ意外と役に立つな。もらうよ。ここか。あ、宝箱あるね。プサルって人の持ち物を探してます。鍵なんだけど何か知りませんか。鍵は知らんが、大臣の荷物の箱が手違いでうちに届けられてな。ひょっとしたらお探しのものかもしれんぞ。開けてみてもいいですか。構わん構わん。あった、これだ。このままただ返すんじゃつまらないね。オーリン、久しぶりだね。いきさつは知ってる。鍵は俺が持ってくから、先に大臣のところへ行っててくれ。オーリン、元気そうでよかった。それにしても鍵をどうやって返すつもりなんだろう。そのまま返していいのに。ひとまず大臣のところに戻ろう。なんか嫌な予感するな。おーい、カリナ大丈夫か。はぁ、鍵は見つかったのかね。なあ、あんた背中になんかついてるよ。鍵がついてたのか。探してた鍵ってこれじゃないの。見つかってよかったな。なぜなぜこんなところに。気づかなくてもしょうがないさ。いくら大臣様でも背中に目はないもんな。結局鍵はあのおっさんが持ったあったん。そいつは違うぜお嬢ちゃん。バルが見つけ出してくれたんだ。俺がそれを借りてお仕置きしてやったのさ。これに懲りて妙な言いがかりはつけなくなるだろうよ。よかったねカリナ、これで気持ちよく出航できそうだ。船に乗るの楽しみにしていたもんね。プサルも同じ船というのは残念だな。みんな鍵見つけてくれて
ありがとう。ん？ありがとうって言うてん。ていうか、お人よしもええとこや。あんな面倒なこと、ようやる気になったな。お人よしだからじゃないよ。大切な仲間を助けるのは当たり前のことさ。それに、魂の守り人として巫女を守るのが僕の役目だ。カリナとみんなのことはこれからも僕が守ってみせる。もう、なんなんよ。ちょっとは文句言うてもろた方が収まりいいわ。さて、そろそろ船が出る時間だ。お前たちも乗るんだろ。行こうぜ。船に乗ろう。いつの間に大臣の背中に鍵を。でもカリナの疑いが晴れてよかった。これで安心して船に乗れそうだ。忘れ物がないか確認して船に乗ろう。だね、ちょっと何人か話しよう。どうぞ。なんかモブの女性がみんな可愛いよね。いいね。宝箱取ってから乗ろうかな。まんまるドロップたくさんゲットしてな。行こうか。まもなくプリム号の出港時刻になります。ご乗船なさいますか。船に乗ったら当分は戻れないな。やり残したことはないかな。とりあえずやっちゃうか。乗ろう、うん、よっしゃ船に乗るぞ。オーリン、さっきはびっくりしたよ。大臣相手に度胸があるな。えへへ、面白かったろ。それにまた会えるなんて思ってもみなかった。あの時は急にいなくなっちゃったからさ。悪い悪い、巫女の旅路を邪魔したくなくてな。新しい仲間もやっぱり巫女なのか。うん、そうだよ。カリナは風の巫女で、モートレアはなんと月の巫女なんだ。月の巫女はエテラナが滅んだからもう選ばれないと思ったのに、そんなことはないんだな。巫女といえばさ、ずっと昔巫女が魂を捧げない時代があったらしいぜ。それ本当の話？私も初めて聞いた。結構本を読んできた方なんだけどな。ひなちゃんが読んだ本には書かれてないかもな。なんだってずっとずっと大昔。うわ、聖剣が英雄に託された時代の話らしいから。聖剣、あのおとぎ話に出てくる？ああ、女神から託された偉大な代物。そいつがおとぎ話になるくらい昔の話さ。そんな大昔では巫女との旅はなかったんだね。想像もつかないや。魂の守り人巫女、今の世界では当たり前のように存在している役割だけど、どうしてこういうもんができたんだと思う？そんなこと考えたこともなかった。オーリン、どうして急にあんな話。守り人と巫女ができた理由か、僕にはさっぱりだな。みんなは船旅を楽しんでるかな。ちょっと声をかけてみよう。なんか変なやついるな。いらっしゃいませ。自慢の品揃えだよ。もうお金がないからダメだ。またのお越しを。はい。うち何かあるかな。何もなさそうだな。ああ。よーし。よーし。ただ次の大陸行くまでだから長そうだな。そうだな。
彼女は、ヒナは何だ。カリナどうした。血がざわめいとる。え、精霊も。やっぱりこの天気の荒れ具合絶対おかしいで。なんか嫌な予感するぞ。ドラゴンさんの言う通りになりそうだな。何か言ってる。何が起こるかわからない。大丈夫か。揺れが怖いなら。ある、私見たの。海に、海に何かいた。これはボスのフラグが立ったな。平和に進みたかったよ。ざわめき立ってきたぞ。タコさんがいる。耐えろ。やばい。ちょっと強そうだな。このままでは船が壊れてしまうぞ。そんなことさせない。みんなで撃退しよう。処置を何とかしないと。オールウェイズ。もう分かんない。強そうだね、本当に。今のうちに攻撃だよ。ちょっと待って、美少女たちは俺が守るぜ。かっこいいこと言ってね、いいね。あ、ジャンプしなきゃいけないね、これ。うわ、なんだなんだ、うわぁ、引っ張られた。やべえな、強えな。やばい。どうやら敵の範囲が分かるね、こういう範囲が。だからそれさえ注意せよ。勝てそうだ。はいはい、何をおっしゃっているのか分かりません。危ねえ。とりあえずクラーケンの顔、両手を攻撃すればダメージ受けるらしいから頑張るんだ。分かったよ、行こう。これだ、これ攻撃すればいいんだな。まずい。あ、泥だ。うわぁ、みんな大丈夫か。何すんだ、何すんだ。こういう敵は HB がやたら強いイメージ。どうだい、敵当たってる？当たってないよね。HP まだ残ってんな。よし、みんなで基地攻撃しよう。やばいやばい、下がれ下がれ下がれ。
赤く範囲が指定されるから分かりやすいな。行くよ。やばい、なんだこれ。強そう。頭に頭蓋骨にやれ。サンダー。またか。また変な水が出てきたな。ちょっと待って。はい。なんとかこいつを倒したい。海にも落ちれるしよ、気をつけてね。落ちたらダメなのね、了解。下がれ下がれ、焼いてる。腕ちゃん、腕を攻撃していけばなんとかなるだろう。やばい、ここに行って大丈夫かな。あ、お疲れ様でした、ありがとうね。うわぁ、グレイルが出てきた。あーじゃあ強いな、グレイル。ちょっと腕の方なんとかしよう。ピエーピエー、強えー。危ねえ。あとちょっとだね。私の出番だ。まずいな、まずいな、避けなきゃ。あー、まずいまずいまずい、痛い。あと少しだ。少しだ、よし勝った。レベル12、意外と少ねえな。お金はゲットしたぞ、いいぞ。動いたね。生きた心地がせんかった。みんな無事でよかったわ。ちょっと話聞いてみようかな。あら、いい風だね。あ、何をやっとんねん。もうだね、ゴリゴリだよ。ちょっと話聞いてみるか。ああ、でも面白かったわ。バツ、あ、二人何固まってんね。あ、本当にありがとう、感謝されたね、よかった。アイテムどうなってるの。 いらっしゃいませ、自慢の品揃えだよ。あ、どんぐりが。こちらでよろしいですか。ありがとうございます。星屑のハーブ、こちらでよろしいですか。ありがとうございます。またのお越しを。よし、こんな感じで行こうか。ではああ、大陸が見えてきた、港も見えてきた。
よう、お二人さん。さっきの戦いっぷり、すごかったぜ。前にも言った通り、バルは村で一番の剣の腕なんです。ああ、この目でしっかり確かめられた。しかもあいつを石ころに変えちまうなんてすげえな。生まれつきある力なんだ。でも、いつも石になるわけじゃないよ。自分でも詳しくはわからなくて。私も本でいろいろ調べてみたりはしたんだけど。無理に分かろうとしなくてもいいんじゃねえの。不思議なことなんてこの世にはいくらでもあるさ。さあ、いよいよマーナドール大陸が見えてきたぞ。ヒナ、これからの旅でさっきみたいな化け物が出ても絶対に守ってみせるからね。分かってるよ。だってバルは魂の守り人だもん。それだけじゃないんだけどさ。今までの巫女たちもマナの木へ向かい魂を捧げた。私たちも同じように未来へつないでいくの。うん、僕がしっかりとヒナをマナの木へ送り届けるよ。トリニア大陸で選ばれた火、風、月の巫女はタルオン海峡を渡り水の都エリスタニアへ向かう。都でエリスタニアの王様から洗礼を受け、マナの木までの旅の安全を祈る。それが巫女の習わし。エリスタニアには私たち以外の巫女もやってくる。新しい出会いが素敵なものになりますように。ただ土の村はもうなくて、土の巫女には会うことができない。土の巫女なき世界はこの先どうなるんだろう。不安もあるけど、初めての景色や人との巡り合い、たくさんの期待が今胸の中に溢れている。体験版はここまでとなります。この先どんな世界や出会いが待っているのか、バルとヒナの旅の行方はどうなるのか、あなたの手で旅の続きをお楽しみください。よかった。というわけで今回はここまでだよ。このコーナー自由にお話しする時間だよ。今回で体験版は終了となります。やってみての感想はいかがでしたか。ストーリーやバトルが特に面白かったよ。製品版が出たら最後までプレイしたいな。製品版はパッケージを買うの？それともダウンロード？今回はパッケージ版を買おうかな。なら早めに予約した方がいいね。当日買いに行ってみて売り切れだったらやばい。早めに予約することにするよ。どうもどうも。というわけで体験版は終了となります。製品版もプレイする予定ですので、機会があれば見ていただけたら幸いです。それじゃあバイバイ。